前回でしたっけ、あの収録で田村さんがキックボクシングでの、3分12ラウンドですか、36分間あったとしたら、まあ、その試合の中での駆け引きみたいなものが面白いと。で、ムエタイとかでも3分5ラウンドの最初の1ラウンド、2ラウンドはお互い様子見で駆け引きをしていくと。で、いきなりトップスピードで、まあ、戦う場合もあるけれども、お互いの選手の、まあ、主導権の奪い合いというか、そういうのが見てて面白いと言いましたけども、この星野さんの、時代、日本プロレスの時代なんかも確かにそういう試合がたくさんプロレスの中にもあったと思うんですね。特に前座の試合なんかはそうですし、ボスである力道山も、5ミニッツ力道山っていう話ご存知ですか？ああ、知らないです。5分間だけ俺とお前の時間を作ろう、試合の中でですね。で、5分以降はファンのために戦おう、5分間は俺とお前だけの時間だ、どちらが強弱を強いか弱いか、その5分間の中でやろうじゃないかと。それ日本力道山力道山の時代です話、5ミニッツ力道山というね、話があるんですか？よ。本当ですか？力道山の時代でもこの類の話はもうたくさんありますね。すごく面白いです、その辺は。まあ、なんとなく伝わってますかね、この視聴者の方に。そうですね、だから5分間だけ、もう2人だけの世界で、お客無視でやろうじゃないかと。5分経った後はファンのために戦うぞという。それ仮にですけど、5分以内で決着がついた場合どうなるんですかね。そうですね。まあ、そういう場合もでも多々あったんじゃないですかね。それって女子プロレスも受け継がれてませんか？